本性は、日本において、古代以来の種族名。氏を参照。名字や仮名とは異なる、本来の性という意味である。単純に性とも言うが、性のことではない。葛飾北斎、原平名頭へ本武者部類より、原平藤立花の図本性は、文字通り、本来の性を意味する。鎌倉時代前後より、区業や武士の間において、仮名や名字が普及し、 それまでの死を中心とした人命故障に大きな変化が見られた。例えば、平安時代までであれば、藤原の道長、菅原道真など、死と意味名を中心とした人命が多く見受けられ、死と意味名の間には、藤原隊の引く道長、菅原隊の引く道真など、のを入れた人命が主流であった。しかし、例えば、藤原氏は、 藤原南家や藤原北家などに分かれ、家が意識されるようになる。また、清和原子では、源の三中の長男、源頼光からは、摂津玄次男、源頼近からは、山和源氏三男、源の頼信からは、川内源氏が、さらに、川内源氏から石川源氏が分かれるといったように、共通の先祖を持つ同族のうちでも、系統分化した。 氏族それぞれに、血族意識が生じ、平安時代末期に至ると、治療や荘園など所領する土地の地名を苗字として、新たな血族単位が生まれた。代表的な源氏、平氏、藤原氏、立花の氏は、源平、藤立花と総称されている。姓和源氏では、源義国を外する新田氏、足利氏、源義光を外する佐竹氏、竹田氏が著名である。 関竹平氏などでも、北条氏をはじめ、大橋氏、三浦氏、土井氏、長崎氏など様々な名字が派生し、名字も子孫に引き継がれることにより、氏に代わる、血族呼称として広まった。名字は嫡男にのみ受け継がれ、諸氏は別の名字を称して、諸家として派生することも多く、例えば、源氏一門の足利氏からは、芝氏や木良氏などの諸家が派生し、 兵士の流れを組む都市から火災医師が派生した。それによって苗字は無数に広まっていったのである。この名字の出現は、市族人口の拡大で、必ずしも市だけでは、個人の判別が難しい中、同市族間の一族構成を区別する新たな単位として機能するとともに、苗字をもって所要の支配権の正当性を称する大きな意味を持った。 とはいえ、名字の出現は、古代から引き継がれた氏という氏族名称にとって変わったわけではない。公的な文書においては、カニと共に氏と意味名が記載され、何より、出身氏族を思んずる、当時の名誉意識からして、氏は、家柄の由緒を示す誇りであり続けた。しかし、とりわけ戦国時代から、江戸時代と時代が下るにつれ、古代氏族の系譜に属さず氏蘇生の明らかでない。 武将が大名として台頭し、官位を望むに際して、特定の氏族を詐称することも増え、時には政治的意図を持って、本性の変更を願い出ることもあり、本性は、氏族の優秀を示す故障としての信用性を低下させた部分もある。明治3年の平民名字許可令、明治8年の平民名字必ず将棋無礼により、日本国民は皆公的に名字を持つことになり、 これによって、生徒、名字、名字の区別は失われた。ありがとうございます。